そうなんですよ。マスク外してください。嫌です、拒否。そう、拒否拒否。ノブ神ありがとう。うるせえや、マスクぐらい許せ。今日はね、今日はですね、ハンバーガー食べたし、ポテトも食べて、あのブリュレアイス2個を食べて、お菓子も食べて、すごい顔がねパンパンなんですよ。だからちょっと今日晒したくないんですよね、すっぴんを。今日はそういう日なんですよ。今日はむくんでるんですよ、顔が。ちょっと仕事あるのに取れた。これ体勢にとって今日むくんでるんですよ、だからしたくないんですよ今日は。シールいっぱいあるけあげるよ。あげる。あげる。塩すぎよ。塩すあげる。霜いっぱいつけたのあげる。いっちゃんラブありがとう。明日早いのやだな。明日もなんか雪降るらしい。なんかね、沖縄全然ねお土産買えないんですよ。私アイコンにねチンスコを買おうってね言ったのにね、そう、もうどう考えても時間ないんですよね。ピエン、ヤッホー、約束したのにアイコンに。明日は配信ができません。なぜならホテルに着くのが12時を過ぎるので、明日は。そうなんですよ、配信ができないんですね明日は。じゃけ今するないんよね。明日だって12時ぐらい次にホテル着いて、その次ももう早朝から東京移動みたいなスケジュールなんですよ。だからね時間ないんですよね。いっちゃんラブありがとう。そう、明日は東京行ってから沖縄行くんですけど、服装どうしよう。沖縄ってどういう服装なの。私も明日行きますっていう、なかなかの過密スケジュールになってますんですよ。広島東京沖縄東京広島っていうスケジュールなんです。明日から。謎に東京が挟まれるっていう。な、20度くらい、東京寒いじゃん。どうしよう、もう分かんない、どういう服で行ったらいいか分からん。まあ飛行機は確かにいっぱい乗れる。直行便じゃなくてね、東京で仕事があるけん、東京バサミっていう直行便は広島あるよ。昼間、そっか、昼間今元気ですよ。あれしようか、今日絶対寝るん。昨日、東京が何度ぐらいなんじゃろうか。スランプくんハートありがとう。雪なん、え、どうしよう、飛行機が飛べませんってなったら、え、どうしよう、え、飛ぶよね飛行機。
あ、雪積もるの？え、飛行機飛ぶかな、困る困る。メンヘラは寝たら治った病で飛ぶよね、飛行機って飛ぶよね。え、やだ無理、沖縄2回中止は笑えん、さすがに、さすがに笑えん、やだやだ。え、ちょっとチェックしよう、チェックしよう。え、どこ、待ってよ、東京って東京なん、東京って何、東京、ちょ東京、東京天気、東京天気、明日、明日、あれ？降水確率、まあ、雪、曇りなの？ちょっとわからんな、雪、ん？まあどっちでもいいか寒いんか、やだな、どうか飛行機がちゃんと飛ぶことを祈ろう。前髪切っていこう、なんか前髪が長いんじゃけど、東京から沖縄まで新幹線で行く、地獄じゃんやだなやだな。あ、東京から鹿児島って新幹線ないか。サンデ様神ありがとう。17度、差がすごい。沖縄まで新幹線地獄すぎんか。鹿児島まであるん、東京って。じゃあ鹿児島まで行って鹿児島まで船ってこと。広島直行便あるよ鹿児島から船か、きっつきっつ。東京から鹿児島何時間かかるん？え？想像できん。え、福岡まで5時間ぐらいじゃろ？多分東京って。どれぐらいかかるん？ 6 時間とか？地獄すぎん？やだ、絶対。絶対やだ。しんどい。絶対しんどい、やだ。鹿児島から那覇まで26時間かかる。あー30時間ぐらいかかる。もう絶対間に合わんじゃん。リンクありじゃじゃん。え、自爆すぎん？そんなかかるん？鹿児島までフェリー26時間もかかるの？地獄じゃん。つらってか絶対公演間に合わんでしょ、そんな。絶対間に合わん。ありがとう、お疲れ、ありがとう。さっきそば食べたいし。よし、神ありがとう。東京、福岡まで行くんかな、ちょっとわかんない。あ、東京から乗り換えするんか、大阪で。やだやだやだ、出てこへん踊れんかも、私も船で踊る感覚も忘れてるから。カズノシンファイト、ありがとう。あ、違うわ、アイコチンスコじゃないわ、ベニーモタルトじゃわあ、ね、チンスコ買いに行くとこだった。ベニーモタルトだっけ、あれアイコが教えてたのどっちだっけ。そう、爪を
もうツアーに向けて綺麗にするめっちゃ汚いですよね爪、私もうめっちゃ割れてるんですよ。なんかね、お菓子生活を始めてから爪が割れる。絶対栄養不足じゃん。どっちだっけあれ、あやこが買ってきてって言ったのどっちか忘れた。あ、どっち、紅芋タルトだっけ、どっちだっけ、どっちかどっちだっけ、忘れた。カルシウムね足りないと思う。どっちだっけ。っていうね、爪が長かったら怒られるんですよね。じゃけん切らないと。ベニモタルトな気がした。どっちだっけ。そうなんです。爪の長さにも厳しいんですよね。そう。何位持っていこうかな。そう、STは高速が厳しい。TTC ホールライブ最高でした。いいな、本気のイントロ。今日は踊りたてだから、そう、寒くないんですよ今。めっちゃ無敵状態今。めっちゃ体がポカポカしてる。まだ何位持っていこうかな。え、あい、しんいちハートありがとう。そう、お菓子いっぱい買わなきゃいけんから。踊ってた沖縄の日替わり曲が、沖縄である日替わり曲が苦手。立ち位置多分いけると思うけど。待って、どう、なんかね、私ね、地味にね ST48 が苦手なんですよ。瀬戸内、瀬戸内48が苦手なんですよ。地味に一番苦手。サトウキビ、そのまま食べるの。一番簡単なのに一番苦手。なんかね、だってね、なんかね、立ち位置がね毎回変わるけんさ、もうなんか一生覚えれん。だってあの曲立ち位置3つぐらいしかないんですよ確か。明日は、明日じゃないや、明後日は 0.521、 0.521 な気がする。立ち位置が覚えられん、一生3個しかないのに覚えれないんですよ。一生覚えられん、なんか毎回立ち位置が変わるけさ覚えれんのよね。なんか 0.521 沖縄は。となんだっけぐらいかな。そうそうそう、いや、振りは簡単なんですよ。立ち位置が覚えられないんですよ。振りはもうさすがに3年間やってたらもう体に染みついててできるんですけど、立ち位置が一生覚えられない、なんか。ね、でもさ、 STU 入ったらさ、夢力とか STU48 とか今までの表題カップリングを、新しく入ってきた子たちは全部覚えないといけないんだよね。大変や。いや、私もそうだったんですけど、ほんと大変や。頭おかしくなりそうになってた。かい、あ、いや、多分まあまあ沖縄の会場広かったと思います。ちょっと車がないと、車かバスで行くようなところ。
私はめっちゃ大変でした。入ったばっかりは全部を覚えないといけないので大変だね。そうそうそう、いやりんこ先輩がりんこ先輩教えられるかな。そうなんですよね。最初覚えた曲は ST48 を覚えました。瀬戸内バージョンも。でもあんな簡単なのに覚えられなくて。その日はオールして覚えてレッスン行った思い出本当に覚えられないんですよ。みんなあんなもん簡単だろって思うかもしれないけど、いや本当にダンスをま全くやったことないリンコからしたら本当にあもう ST48 が本当に覚えられなくてオールで覚えたんですよ。本当にもう全然覚えられなかった。そう、思考はねむずいね。最初のなんかこんなんとかダンスを未経験とかだったらめっちゃ大変だと思う。そう、地味にST48が苦手シャルゴかわいい、ありがとう。お披露目でやったよ。会いたかった。むずい、もう全部むずいよ。もう何全部むずいよ。あの棒立ちで歌う曲以外全部むずいよ懐かしい、ね、私もラジオ体操さえできなかったのでね。てかさ、3期生ちゃんの配信始まるじゃん。あんな長かった？なんかさ、めっちゃやらん期間長くない？なんか2週間以上、2月から10何日からみたいな。長っと思って、そんなやるんと思って、長いわ。瀬戸内の声もむずいよ。なんか一応コフであるけん棒立ちの曲はあったっけな。長っ、18日もある。長そんなあったっけ。自分の時長くない長いわ。先輩になるんだからって、あの一応もうなってます一応もうなってます長いな。いや、監視は監視というよりかはどんな子が入ってくるのかなというのをちょっと見に行こうかなと。コメントはせんけど、するつもりないけど長いね。順位は参考、でも絶対1位の子とか受かるじゃろだって今回あれじゃろ、運営さん審査じゃろ。絶対1位2位3位とか絶対受かるじゃろちょ3、5位ぐらい今までのあれからして 1,2,3 は絶対受かりそう参考にし合わせてって絶対受かると思う。よっぽどじゃない限り。でも私なんか一番最初の配信とかはいきなりタワーが立ったりして、今は結構いろいろ大変だったけどそうね、そう、最初から最初から配信始めて、あこんにちはって言ったらすぐタボーンみたいな、誰この人、何これみたいな、何これって、何ですかこれはって言ったらコメント欄で「それ1万円するよ」って来て「えっ!」ってなっていきなりと思ってめっちゃびっくりした。
思い出いや俺はさすがにしとるよ、もうずっとね、その時は後ろに俺の髪を貼ってましたそう、最初からその何このずっといるやつと思って懐かしいクマ書いてた。そうライブ配信も一期生オーディションの時もしてたんですけど、その3年ぶりとかだったから完全に忘れてて、そうなんですよ、猫をねかぶってたんですねいや猫をかぶってたっていうか、なんかまだそんなポタクの世界知らなかったけん、なんかもうこれ純粋だったんですよ純粋だったんですよ、私はもう3年目にして汚れたんですよ、かぶってたというよりかは純粋だったんですよ、今は汚れたんですよ汚れたんですよ、猫をかぶってたというよりかは純粋無垢だったんですよ、今は汚れました。まあね、浮気なのでなんかねいろいろあるよね、もう汚れましたよ汚れた、しずきさん汚れた、汚れたんです、なんか体調悪いなんかやっぱりメイクしなかったら体調悪い人みたいな。そうなんです、特に汚されたんです、だから好きに持ってくださいなんかめっちゃ体調悪そうじゃない自分体調いいですフフフ、体調悪い系アイドル最悪じゃん、もうポタクは公演見に行くたびに休演のお知らせが来ないかビクビクするっていうあかねかわいい、ありがとう元気ですね、今日は最近は、ね、通帳の中身を見るのが好きで入院してないよ今日も通帳の中身を見てニヤニヤしてましたえ、そうなの、急の知らせいつもギリギリニヤニヤしてましたいや私って言うてお菓子ぐらいしかお金を使わないので割と貯まるんですよ、別に給料が多いとかではなく貯まるんですよ、使わないから、だってだからちょっと嬉しいんですよいやタクシーは最近は使わんようにしとるけ貯まるんですよ、でも自分で自分の手取りが分かりません、だってそう自分では貯金私全然ないわって思っとったけど20代貯金平均って調べたら全然あってふぃってなったいやじゃあそれは当たり前だって、自分の同年代 大学生じゃけそれはあるのは当たり前なんですけど、うん、いやでもね4月3月になったら確定申告して、もう住民税でしょ、もう、ね、もう私も年金だの健康保険だったりね、なんかねもういっぱいね払わないといけないから、もうどんどんお金なくなります
だからもう貯金があるのも今のうち、もう4月になったらもうさよならって感じです。半分ぐらいさよなら。まるは神ありがとう。そうなんよ。やばい、やだ、確定申告やだ。そう、あ、所得税もあるね。やんやん。そう、自分でアイドルは一応個人事業っていうあれじゃけ、自分でやるんよ。やけんさよならって感じ。まだ神ありがとう。住民税だのなんだろう、大変だね。やだな、やだな。翼だよ神ありがとう。でも自分が確定申告してないからあかんにゃい。自動車税、自動車税はないね、さすがに。免許欲しい。でも私絶対人引く、やめとこう。鹿児島南部かつ神ありがとう。私絶対人引くと思うよね、絶対引く。え、もう自分だから、私は将来絶対人を引く。絶対引くし、なんか私がショールームで明日から免許取るから合宿行きますとか言ったら、絶対なんかどうせ男とできるんだろうってファンディングが嫉妬するからやめとく。え、でも車欲しい、免許欲しい。そう、嫉妬する。合宿行きますとか言ったら絶対嫉妬してくる。すぐね、すぐね、ポタクっていう生物はすぐなんか男を、男とできるのかみたいな、すぐに疑ってくるので、なんかなんだっけ、あれあれなんだっけ、同窓会行きますとか言ってもなんかちょっとして嫉妬してくる。そう、ポタクは敏感なので、なんかこの前のさ、なんか瀬戸チャレのロケ、あ、今日瀬戸チャレある。瀬戸チャレのロケの時に、あの学天則さん、芸人さんとなんかこうやってハートをして写真を撮ったんですよ、記念写真。あ、これ後から嫉妬されんかなと内心思いながら、学天則さんとこうやってハートをして撮りました。で、なんかその瀬戸チャレのテーマがなんか、そう、デート、なんかその学天則さんがで私とデートっていうテーマでなんかって企画だったんですよ。想像のが、え、じゃけなんかその学天則の方とデートっぽくやるみたいな、そういうテーマだったっけ。なんかあれ、こいつ後からなんか言われんかなと思ってちょっとね心配だったんですけど。あ、今日ちなみに放送あります。なんかデートってテーマでしたっけ、ハートしてくださいって言われて、あ、はいってなってこうやってやりました。そう、
ナシカルの件がやばい。あと今日は資金もあります。あ、リツイートしなきゃ。ちょっと待って。今日は結構あります。お金払ってきたな。ありがとう。資金は、そう、今日が私の最終回です。いつかゆりできますようにってなんだ。いつかゆりできますようにだって。てた。あ、やば、もう完全にリツイートをするのが遅かったですね。終わってた、終わってた。終わってた。結構割ととっくに終わってた。前髪が長い。なんかすか、なんかすごいバンドマンみたいじゃない。いや。確かに闇系アイドルじゃん。あ、いいね。やちゃん沖縄ね行くけ。ちょっと可愛くしようと思っててね。きっとあるな。ラジオあれは岡山行って2時間ぐらいで結構4本撮りとかでした。かいちゃん神ありがとう。深夜レボリューションスターありがとう。てかね、見たよ、 PR 舞台のフォトブックが5000何円で出品されてた。びっくりした。ビビった。高すぎん、さすがにと思って。でも割といいねがついてて驚いた。なんか出品されてるかなと思ったら5000何円とかで出品されてて、あ、こんなん誰も買わんだろうと思っとったら、なんか割といいねがついてて驚いた。高い。そう、ちょっとどれぐらいでたるんかなと思って見たんですよね。あー、もう爪飛んだ。もういいや。もう髪の毛がうざい。やだ、もう前髪が長い。もう今日切ろう、風呂入る前に。
もうね、美容師たち半年間行ってません。あ、だい、須崎さん美容室を半年間行ってません。なんとなんとやばいでございます。だってさ、でもなんかだって、ま、今伸ばしてて髪の毛もう前髪なんかもう自分で切ればいいし、髪の毛も染めてないから行かんでいいし、全然ね行く必要ないなと。なんかね、トリートメントしたんですよちょっと前に、5000円するなんかハニホコトリートメント、全然なんか全然なんか何が変わったんって感じで、なんか全然わかんなくて、もう行かんでいいやと思って全然行ってない。全然行ってない、効果がねわかんなかった。なんか髪の毛染めてる人じゃないと効果あんまりわかりませんって言われて、なんかねハニホコリトリートメントってやつしたんですよ。5000円ぐらいしたの、全然わかんなかった。やばいね、前髪同士を切りすぎた時のお前だったら最悪じゃん。なんだよ、だって病院行くってなったらなんかちょ本通りとか行かに、なんかパルコら辺にいっぱいあるんですよ、広島って美容室が。めんどくさいね、そこまで行くのだるいわ。だるいわ。やだ、お前だけはやだ、無理。私お前にならない委員会委員長じゃけん、絶対お前防止委員会委員長やけん自分。そうなんですよ、ちょっとあそこまで行きたくないもん、めんどっち。あるよ、お前言う防止委員会美容室ね、一応行ってるところがあるんですけど、全然行ってなくて多分忘れ去られてるもん。なんか近所にあるんですけど、でなんかおじいちゃんが行くような美容室だけなんかすごいバーブリーな髪型にされるかなと思って、一応街まで出るんですよ毎回。ちょっとねめんどくさいですね。え、そこやなんかね、なんかすごいおじいちゃんばっかりなんですよそこの美容室が。え、じゃけなんかちょっと心配で。ちょっと行ってない。でもこの前髪もバブリーじゃの、なんか「トゥルルルルトゥ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 ルトゥルトゥ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 ルトゥルトゥン」「トゥルルン」チュ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 ルチュ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 ルチュ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 ルチュルルチュ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 ルチュ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 ルチュルチュ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 ル。美容師じゃない、床屋なのか。チュ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 ルチュルチュ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 ル。沖縄のセトリ、さっき来ました。沖縄のセトリさっき来ましたね。配信始めるちょっと前に来ました。よかったです。ちゃんと来て。よいしょ。え、足は切らんでいっか、まだ。いいや。さっき来た。まあ、なんとか。なんとか、まあまあまあ、でも最後ですよ沖縄が。目に焼き付けて、目に焼き付けてくださいね、最後のツアーを。ハローウェイ、チュッ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 。ネイルは STU 禁止なんですよ。じゃけんやらん。でもね、私ね、あれピアスの穴は開けさせてほしい。え、だってね、衣装でイヤリングつけるんですけど、毎回もう吹っ飛ぶんですよ。もうピアスだけ開けたい。本当はピアスなんて絶対痛いけ開けたくないけど、でも飛ぶんですよイヤリング。衣装のが。え、さっきピアスは許してほしい。え、なんかね、お話し会とね、ショールームはネイル良かった気がする。
でもね、自分じゃできんのよ、不器用すぎて。加藤ラブありがとう。なんかトップコートはいい。そう、飛ぶんですよ。いつもね、どっかぶっ飛んでね。ぶっ飛ぶけんピアス入れしてほしい。にゃ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 。蝶さんがインスタで見た、初めて知った。蝶さんいつもキャッチレーズしたら笑ってくるのに、一番好きだったんかいと思った。いや、ヤモニもぶっ飛ぶで、多分ヤモニはなんかそもそも私のなんか、私ね、耳の形がちっちゃいんですよ、穴がなんか合ってなかったんだと思う多分。マスクちょっとずらして嫌です。いいか、マスクをしてるということは顔を写したくないということなのだよ、わかりますか。嫌でございます。爪をチュルチュルにする。そう、イヤリングとかすぐ飛ぶし、ヨスベキラキラグマ10個ありがとう。かわいい、結婚して、いや、ありがとう。今日もね、お菓子と、今日とやばいんですよね、ブルーレアイスを今日チョコ味とミルク味買って、でも予約するんよあれ、やばいじゃろ。それ知らなくて買ったんですよ今日。え、高っと思って、なんか800円するんじゃけどと思って、高っと思って、でもまあ食べたけど、しかもカロリーが1個300キロカロリーあって、私は今日アイスだけ600キロカロリーも摂取してしまった、やばい。400円もやばいよ、高いよ。まあ買うけどさ、美味しいもんだって。やばい、パセリが。でもなんかね、最初ね、寂しい熱帯魚沖さんとする予定だったんですよ実は。パセリになった。もともとパセリと入りしたいと思ってたけん、でも嬉しかった。まあ寂しい熱帯魚入りじゃないけどね。え、でもね、ブルーライスほんとおいしいんよ、大好き。高いね、400円はやばいね。でねねねね、あのアイスはスーパーかコンビニに売ってあるよ。爪が綺麗になりました、よし。私はポタクに会うために可愛く準備してるんですよ皆さん。え、美味しい、レディーボーデンなのにショールームはドスッピンで配信するっていう。爪をピカピカにしました。沖縄や下飛ぶ人気をつけてね。こちらもかっこよくしていきたいけれど。どこ行くの？沖縄よ、沖縄の
彼氏に会いに行くのよ。あ、やばい、パセリが怒っとる。沖縄の彼氏に会いに行くのよ、だから可愛くしてるの。そうなんや。やんだ、え、何言ってんの、沖縄の彼氏だってみんなのことに決まってるじゃん。やばい、怒っとる、どうしよう。うん、あ、そうやね、パセリそんなに自分のこと好きだったんか、パセリそんなに私のこと好きだったんじゃ。パセリ私そんなに私のこと好きだったんだね。よし、パシャが私のこと好きすぎて、オキさん、オキさんって言ったっけ、パシャが嫉妬して怒っとるわ。明日まあまあってやらないと。頑張よう。私パシャにアイスおごるって言っててずっとおごれてないけ、おごりたいんですよ。だからパセにアイスを送らなきゃ。パセはでもチョコ系のアイスが好きなんですよ。チョコのクリームみたいな的なアイスが好きじゃけ、何がいいかな。なんかね、おごるって言ったらね、いやいいよって言うんですけど、でもおごる。パセ多分ブリュレのチョコ味が好きだと思う。でもな、どうだろう、パセ濃い系のアイスが好きなんですよね。大体パセのアイスの好みは大体分かってきた。なんかね、チョコのね、濃いって感じのアイスが好きなんですよ、パセは。今度レッスンの時買っていこう。そう、パセは濃いのが好き。なんかフルーツ系とかさっぱり系のアイスはあんま好きじゃない、パセリは。そんな感じがする。そう、子供意見ある。一番好きなメンバー、そんなの決められないよ。箱推しだよ、箱推し。そう、パシャはシャーベットとかかき氷はあんま食べない。私もパシャと同じで濃い系、私もそう、氷系よりクリーム系が好き。でも氷系も嫌いではない。夏は氷系食べるけど、でもどちらかといえば濃厚系が好き。濃いくてカロリー高いやつが好き。あ、え、白クマとかも好き、好きなんよ。でパシは全然食べん、私は食べる。基本味が濃い、いかにも健康に悪そうなものが好き、何事でも。テス神ありがとう。テスチャレ、やだー、見て、嫉妬じゃん、嫉妬じゃわ、嫉妬案件リツイートしとくね。嫉妬じゃわ。え、じゃあ今日瀬戸じゃれあるけ、毎日瀬戸内岡山にしようかな。え、今日よね、瀬戸じゃれ、あ、今日じゃわ、え、今日よね、え、今日よね、あ、今日、え、今日よね、あ、今日じゃわ。嫉妬案件リツイートしといた。ね、ネタギリギリですね、かなりギリギリ。なんとか写真フォルダ、あさってあさって見つけてやってる。ねえ、フォロー解除すんな。
やめやめこれはブドウジュースなんだっけ、ブドウジュースじゃないや、なんだっけ、ブドウジュースか、ブドウジュースです、これノンアルですなんでなんでどうしようかな、本日たちへへへ、みんなも今から吉本さんに入って芸人さんになったら一緒にリンコとロケできるかもしれんよ頑張れ頑張ってくれたまえどうしようかな、私ねガチ恋多いんですよ、なんか私のファンの人は「俺なんか絶対ガチ恋じゃないし」みたいに言っとって、どうせ私がなんか彼氏破格みたいになったら絶対病む人が多いと思うえ人力車どれでもいいよ吉本さんか人力車さんかまあ何でも入って頑張ってやったらサルサルでロケできるかもしれん。ファン人口が多いんですよね実は。確かにパタクって確かにそうね、誰でも病むかどうしようどうしよう、今日はじゃあホテルにしよう。ホテルにする、毎日瀬戸内、今日は岡山県の牛窓にあるホテルリマーニさん、誰と行ったんだ、えそれは言えないなすごい綺麗なホテルじゃけんちょっと紹介します、誰と行ったんだろうね止まってないです、でもなんか私が牡蠣苦手って知ってくださってて、充電、そのホテルの主婦の人がめっちゃイケイケのいい人でなんかいい人で、私が牡蠣が食べれないっていうのを知ってくださってて、チーズケーキをね作ってくれたんですよ、ほんと最高でした、コキンハートありがとう、なんかレモンチーズケーキだ、レモンチーズケーキをね作ってくれたんですよ、押すと言ったいいかさんいいかさんそうイケイケのシェフがレモンケーキを作ってくれたんです、
見えねな理由がわからない、僕が何かをしたの。いや、このケーキはリンカが一人で食べました。あれ12時15分、生徒チャレ今夜0時15分からということで、岡山県の牛窓にあるホテルリマーニさん、プールが本当に綺麗で、なんか現実を忘れられるようなすごく素敵なホテルです。ねえやだー、ねえホテルって言ったらさホテルって言ったらなんかハート出てくるのやめてや、そういう意味じゃないんですよなんかキーボードでさホテルって言ったらなんかハート出てくるのちょっとやめてや絵文字で候補欄にハートが出てくるのなんかいやらしくて嫌じゃわそして料理がめちゃくちゃ美味しい、料理がすごく豊富。詳しくは番組をチェックだ。いやいやいや、これは絶対このあれが悪い、このキーボードアプリが悪い。私は純粋なのにこのキーボードがリンクを私入れようとしてくる。そう、絵文字が、そう、この、その絵文字が出てくるの。ダメよ。セット。え、38じゃろ ?100-38 って何 ?100。あと62個もネタ考えといけんわけ。え、絶対無理じゃわ。絶対無理じゃん。安部かわいい、ありがとう。え、使ったことないの？こっち側、これはこのキーボードアプリが悪い。え、だろ？勝手に出て、勝手に出てくるんよ。なん違う、なんか私が普段から使っとるみたいになってるけど、勝手に出てくるもん。私は使ってません、普段から。え、東大はもう最終手段。東大とあと瀬戸ちゃんでいっぱい撮った写真はちょっとまだ撮っておきたいんですよね、最終手段。ねえ裏切られるのね。なんよ、使ってないもの。そのなんか私が使って普段使ってるかのように変換に出てくるけど、なんかクレームパンも最終手段ね、えまだ最終手段。あとお酒リンカもうまだ写真撮ってない。東大生の彼氏がいるのってなわけ。へよし。
毎日瀬戸内任務完了した。もみじまんじゅう、まあ最終的に困ったらちょっと駅に どうやったら東大生のさ彼氏ができるんよ。どうやったらねえ、教えてほしいわ逆に。加藤神、もうもががる神ありがとう。どうやったらできるん。欲しいとかじゃなくて、どうやったらさ広島でどうやったら東大生の彼氏ができるんと思って。何？絶対一番でいてね、だって。何かわいいこと言うじゃん。東大生のポタク、東大生のポタクはおらんかもしれんな。いやいや、東京支部遠いからって言ってさ、単純すぎじゃろ。単純じゃね。面白いね、なんか面白くなってきた。最近よく東京行くんですよって言ったら、東大生の彼氏ができてきたんかって疑われるの、おもろ。100% でき、安心してください。私みたいなおばバカをの東大学生の方は相手にしないと思うので安心してください。私が東大に入ろうと思ったらもう15年ぐらい、もう一生、もう1日10時間ぐらい勉強せんに入れると思う。よし。バカすぎて好奇心。ひどーい。ひどーい。じゃろうね、私東大どころか広島で頭いい大学どこじゃろう。広大とかも絶対もう 100億%無理だし、広島で頭いい大学ってどこか、修道大学とかもう私絶対受かんないし、絶対もうどこにでも受かんないので、もう安心してください皆さん。そう、数学がまず、なんか正直国語とか英語は、英語数学がどうにかなったら、なんかもうほんと英語数学がダメなんです、私ダメだから絶対無理。だって英語数学って必須科目じゃもん。社会だけだったらどっか行けると思うけど、なんで英語と数学が無理だから無理。無理です。ポコ頭いいね、頭いいね、すごいわ。そう、英語と数学ができん。受験無理です。そう、覚えることをしたくないんですよね、もう。うーん、諦めた、もう。数学は大嫌い、もうね、もう数字も足し算でさえ嫌い、足し算だっけ。なんか国語と社会はできる、理科は知らん。数学はもうギルギル吐くほど嫌いだし、英語はもうシンプンカンプンって感じ。いや、国語は好きで、国語だってさ、もうなんか国語はさちょっと考えたらできる。数学は嫌い。わかんない、足し算でさえ、いや割り算でさえできんの。ダメダメだ。そ
そうなんよ。でもインドの人は数学が得意。でもね、なんか私ね、見ちゃったんですよ。あの YouTube でインド、なんかインドの人は、なんか一部のインドの人はなんか旦那さんが死んだらなんか嫁さんもなんか一緒になんか燃やすみたいなのが出てきて、え、私将来インドに行ってからインドの人って結婚したらどうしようってちょっと悩んどった。でもなんか多分今は多分ないけど、一部のなんかまだなんかインド全体ではやってないと思うけど、なんかインドの一部のところだけなんかやっとるらしい。なんかえ、どうしようと思って。なんかね、分からんじゃん。え、なんか将来インド行ってさ、インドの人と結婚してさ、なんか私もなんかそうなったらどうしようかなと思って。悩んどった。違う、昨日のメンヘラは違うけど。え、分からんじゃん。そう。いや、私はもう分からんじゃん。もしかしたらインド人にモテるかもしれんじゃん。分数ですか？分数できません。もう昨日覚えたもん。覚え、多分覚えた。そうそうそう。でもほとんどの人はやってないらしい。なんかインドの一部の、めっちゃ一部の人がやっとるし、本当かは知らん。いや、今多分やってないと思うけどな。でもどうしようと思って。そう、インドが世界一の人口になるらしい。どうしようと思って。未知の世界。これさ、できないの？インドの人？なんだっけ、サリー違うな。ガンジス絶対違うわ。なんだっけ、なんだっけ、忘れた。なんだっけ、え、なんだっけ、え、わかる。え、わかるはず。え、なんだっけ、なんだっけ、リー合ってる。え、なんだっけ、バジー、ガジールジージー、え、リーか、え、リー、リー、ナジー、マリー、クリー、サリー、ナリー、ルリー、カリー、あ、カリー、あ、カリーなんかな。リー、リルリーマリーアイアリーアイリウリエリオリカリキリクリケリコリサシシシシシサリスリセリソリ、えあ、答え言っちゃった。ニューデリー。あー、そうだ、ニューデリーだ。ニューデリーだ。どう考えても消去法でたどりつけんかった。どう考えても消去法でたどりつけんわ、ニューデリーなんて。そっか、ニューデリーか。へえ、サリー民族衣装か。タケ結婚して嫌ですね。てかどうしようって、私さ、インドの人と結婚することになったら。って思って悩んどった。
さ心配、もう常に毎日何かしら心配しとる。そう、毎日カレー作らにいけんのかな。さすがに一緒に燃やされるのはちょっと嫌だなと思って。カレーはキーマカレーは作れるけど普通のカレーは作れん。なんかキーマカレーは簡単だけ好き。でも普通のカレーはキーマカレーの方がね簡単なんよ。なんかでも普通のカレーは作れん、分からん作り方。キーマカレーは簡単よ。加藤ハートありがとう。そう。なんか普通のやつはなんか水の量が分からん。なんかキーマカレーの方がなんか簡単な気がする。今日は11時半ぐらいに配信終わるかな。手作りしなきゃ。私ルーはドロドロのドロドロのドロ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 カレーが好き。ドロドロしか勝たん。シーチハートありがとう。インドどうなんじゃろ。ライスなんなんかな。やっぱりわかる。カレーはなんか2日目の方が大好き。でもなんかねカレーにねコーヒー牛乳入れたら美味しいらしいよ。ぜひ今度やってみようかなと思ってる。ドロドロしか勝たん。なんかねなんかねなんか見た、なんかねカレーにねコーヒー牛乳入れたら美味しいんだって。なんか見た SNS で。もうじゃがいもが好き。タク神ありがとう。なんか知らんけど書いてあった。今度やってみようかな。ドロドロの方が美味しいよ。スープカレーも美味しいけどでドロドロの方が美味しいって絶対。ドロドロしか勝たん。ねこんなこと言っとるけど太るんよ本当。いっちゃんキラキラグマありがとう。生卵入れんな。でも入れても絶対美味しいと思う。こってりしか勝たん。ドロドロのシャバシャバもまあまあ好きじゃけど、ドロドロやっぱドロドロのもううんみたいな、もうそんなんしか勝たん。札幌ってサラサラなん。疲れてきた。しゃべるの疲れた。いいな北海道行きたい。カレーの肉は豚肉。でも牛肉も好き。でも豚肉が一番好き。疲れた終わろうかな。
れた。ちょもちこの散歩行かねえけんけ、終わろう。あ、やばいやばい、12時ルールが。もちこの散歩行く。やばい、12時ルールがあるから終わりますね。明日はなんとなんと配信ができないんですよ。え、だってもちこがなんかさっき行きたいって顔してくるけん、配信終わったらねって言ったっけ、行かんない かわいそうじゃんだって。そう、今から行く。明日は新幹線で寝る。もちこ、もちこ休み大好きなんよ。もちこね、なんかね、いつも夜に散歩行きたがる、もう深夜とかに行きたがるけ、大変なんよ。やだ。明日は配信ができません、さよなら。そう、飼い主と似て。わからん、なんかね、めっちゃ元気でね、深夜になればなるほど散歩に行きたがるんですよね。じゃあ行ってくるか。じゃあ配信できな、できんできん、無理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 、できんできん。朝も、朝はなんか寝てるんですよ、もちこ。やろうと思えば、いやいや、できん。無理無理無理、いや私は無理じゃっけ、私は無理無理、やだ。いや、知らん知らん知らん、あ、リンコはできません、リンコはもう朝に配信するという、もう言葉自体がもう辞書にないからできません。無理です、無理です。そう、無理です、やだ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 、無理無理無理。毎日アイドルじゃないもん。そうよ、朝配信にね、なんかちょっとイラッとするコメントが来たら切れるけダメよ。じゃあ男女は見たいと思います。やだ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 、無理無理無理。パセも無理言えてたからね、なんで知ってるの。なんでみんな知ってるの、なんで知ってるのかな、まあいいですけど別に。おこ。なんで知ってるんだろう。なんで知ってるのかな、まあまあいいんですけど。当たり前じゃん、なんで知ってんの。当たり前じゃろ、なんで知っとるんってなるがいね。じゃあ終わろ。読みます。13位加藤。12位コロン。11位ナオトちゃん。10位ケイタ。9位 ABC ハウス。8位ドン・アトマーク台湾。7位アカネ。6位ポポ。5位マンラーさん。4位ズノラゴ、おやすみワンコ。3位イちゃんパセリンコ。そして2位カスノシン。魅惑の天使リンコ姫。ありがとう。そして1位はヤスメさんでした。じゃあみんなに会うのはあさってになりますね。またあさって沖縄で、沖縄とか配信とかで会いましょう。じゃあおやすみなさい、バイバーイ、またあさって、バイバーイ。